こんな夢を見た。お前の目はいつ潰れたのかいと聞くと、何、昔からさ、と答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。子供の声を子供の声にしてみる。お前の目はいつ潰れたのかいと聞くと、何、昔からさ。子供を陽気にしてみる。お前の目はいつ潰れたのかい、何、昔からさ。子供の声を少年にして熱血にしてみる。お前の目はいつ潰れたのかいと聞くと、何、昔からさ。読み手を熱血な少年にして子供を陽気にしてみる。こんな夢を見た。お前の目はいつ潰れたのかいと聞くと、何、昔からさ、と答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。